8月最後の日曜日となった昨日、福岡市東区の海の中道サンシャインプールは家族連れや若者らでにぎわっていました。新型コロナの影響で3年ぶりの営業となったサンシャインプール、この夏の来場者数はおよそ13万人で、コロナ禍前の8割程度となりました。行動制限のない今年の夏、皆さんは3年ぶりにどんなことをしたのでしょうか。保育園のこのメンバーで集まったのが、3年ぶりです。あとプールもです。3年ぶりに会えてめっちゃ嬉しいし、もうめっちゃ楽しいです。高校時代の恩師に今年本当3年ぶり集まりましたね。高校時代には迷惑しかかけてないので、本当ありがとうございますって感じですよね。3年ぶりといえば、今年は各地で夏祭りが開催されました。小倉祇園太鼓に大牟田の大蛇山祭り、そして北九州市のわっしょい百万夏祭りと、馴染みのある音色や掛け声が町に戻ってきました。夏の風物詩花火大会も3年ぶりに開催されました。感染対策のため規模を縮小したところもありましたが、この日のために久しぶりに浴衣を着た人も多かったようです。夏祭りに行きました、地元の。なんか3年間コロナで中止だったので、花火も上がって楽しかったです。花火見ました。おーすごい、それはすごい。花火大会地元の地元が長崎県で、長崎県の花火大会見てきました。やっぱ花火いいなと思って、でも夏って感じがして。今年は3年ぶりに帰省や旅行へ出かけた人も多かったようです。JR 九州によると、お盆期間中の利用客はおよそ40万人で、去年の2倍。また福岡空港から国内線を利用した人は55万3000人と、新型コロナ流行前の9割にまで回復しました。旅行に行きましたね。ホテルに泊まってて、キャンプは行ってたんですけど、ホテルに泊まるっていうのは3年ぶりに今年しましたね。あ、でも野球見に行きました。ペイペイドーム3年ぶりぐらいですね。ソフトバンクと日ハムで勝ちました。ギータがホームラン。夏祭りに花火大会、プールに海水浴、そして旅行や帰省など、3年ぶりとなる夏休みの楽しい思い出。中にはこんな人もいました。3年ぶり何したかな、デートしたかな、外で。もうお揃いの服買ったりとか。あ、でも3年ぶりに彼氏ができました。全然なんか期待してなかったんです。あ、っていうのも失礼ですけど失礼ですけど、期待してなかったんですけど、でもいい人に本当に巡り会えてよかったなって感じで。